九州は一つ。南国植物を一年中見学できる観光農園、ユートピアファーム宮古島。手掛けたのは現在会長の上地昇だ。匠の蔵。農園内のパーラーを切り盛りするのは上地の家族。8年前には息子の元木に社長を任せた。今継いで何が一番楽しいところですか？今はこのやっぱマンゴーとかそういうのの向き合ってるのが楽しいですかね。はい、今マンゴーはちょっと歴史が浅い分、そこまでまだマンゴーを確立できてる人っていうのは少ないんですよ。その中でまだ花が咲いたらその時はその時で嬉しいし、実がついたら実がついた時は嬉しいしっていう、まあその瞬間が嬉しいですね。お父様からはこんな風にしていったらいいんじゃないみたいなこと、希望みたいなことありますか？時々言うんですけど、もう今に満足はするなと。表現が正しいかどうか分からんけど、攻撃的な農業をやれと、は時々話してます。攻撃、攻める農業。はいはい、でもお父さんまだなんか攻めたい感じみたいですいや常にそうだと思う、ね、そうだよね66歳からの挑戦。息子が会社の社長になったから引退という形を取ってるんですけど、でもやりたいことがいっぱいあるんです。で今66歳なんですよ。僕は66歳からこういうことをやったんだよと、それが今のこういう形になってるんだよということを言えるような農業がやりたいんですよ。やりたいことがいっぱいある。いっぱいあるんですね、まだ。はい、いろいろお話を聞く中で本当にマンゴーが大好き、ブーゲンビレアを育てるのが大好き、そのことに本当に力を注いでこられたことが分かります。で、印象に残ったのは好きなこと、得意なことをとことん続けて努力するっておっしゃるんですね。で、私以前自分が短歌について、プロフェッショナルってどういうことだと思いますかって言われた時に、こんな歌を作りました。むっちゃ夢中、とことん得意、どこまでも努力できればプロフェッショナル。上地さんのお話を聞いて自分のこの歌を本当思い出して、道は違うんですけれども同じ境地にたどり着いた同志がここにいる、そんな印象を持ちました。歌人、田原町でした。